ルディ・グーテンドルフは、ドイツ・コブレンツ出身のサッカー選手、サッカー監督。選手時代のポジションはフォワード。現役時代はトゥス・ノイ・エンドルフに在籍し、右ウイングとしてプレーした。現役引退後は、ゼップ・ヘルベルガーから指導を受けて、サッカー指導者に転身。ドイツ国内を中心に、各国のクラブ、代表チームで監督を歴任。 マイデリッヒャー SV 監督時代には、守備的戦術をチームに導入して創設1年目の1963から64シーズンのブンデスリーガで2位に入り、シャルケ・レヨン監督時代の1969から70シーズンには UEFA カップウィナーズカップでベスト4に導いた。1984年、日本サッカーリーグ一部の読売サッカークラブの 監督に就任した。ヨナグスク・ジョージを筆頭に、南米路線を取っていたクラブに、ユーゴスラビアのビエラン・シムニッチやスコットランドのスティーブン・パターソンといった、当時の JSL では、珍しいヨーロッパ出身の選手を加入させ、組織戦術や、規律の導入を試みた。1984年シーズンに、JSL、天皇杯の2冠を獲得。 翌1985年シーズンに JSL カップ優勝を成し遂げたが、リーグ戦では不振が続き、1986年1月にクラブを去った。2003年までにネパール代表、トンガ代表、ルワンダ代表など5大陸の代表チームを指導するなど、32カ国55チームの監督を務めており、ギネス世界記録に登録されている。 2016年10月、ドイツ国内の難民を対象にしたチーム、テュス・インターナショナルの監督に就任した。2019年9月13日に死去したと報じられた。突起ない者はいずれもチーム監督。ありがとうございます。